デデ、くん来て。はい。なんすか？ようこそくん様、デデ様突然ですが、お二方にはここでゲームをプレイしていただきます。そうじゃん。その前にプレイヤー足りませんね。もう6人ここに TP して合計8人にしてください。もちろん、アットアルで呼びます。1人。2人って。はい。3人。なんかポンコツばっか集まってくる。やばい！ポンコツしかいねえ。あれ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 、カメスくんがまた呼ばれた。5人。なんでカメスさん2回も呼ばれるんだよ、こいつ。おかしい。こいつ確率おかしいだろ。バグってるバグってる、こいつの確率。はい。8人したぞ。飯くんね、飯。ありがとう。すべての貴重品をエンダーチェストに入れてください。はい。何させられるんだ？今着てる装備。え、俺も参加者なの？参加者らしいよ。準備よろしいでしょ。あ、今着てる装備もか。え、クンさんなくすかひよってる？うん。あ、じゃあ分かった。いいよ。え、これ MF からパチった装備だから大丈夫。OK。良平の装備来たわ。良平、お前の装備は俺が預かった。お前の装備は、ワイが預かった。説明が終わるまでお待ちください。準備よろしいですか？奥の部屋へどうぞ。なんだここは。それでは今回のゲームのルールを説明します。私の足元に見ます樽の中に6つの飛躍のポーションを用意しました。皆様で自由に分け合ってください。え、なくね？ないが？最初にコノが触ってたぞ。おい、持ってる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 ！この女持ってるぞ！おい、全員に分けろ、平等に。あ、それ置けばいいんじゃね？別に跳躍しなくても。置けばいいんじゃね？置けない？置けないのか。おい、女、女渡せや。あ、こいつ飲んだ。え、でも、女、おい、女、おい、おい、暗闇に力尽きた。あれ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 、持ってる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 、ある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 、上から溶岩。お、早くしろ早くしろ早くしろ早く早く、まずい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 って、これまずいって、えぐいってえぐいって、ちょっとえぐいってえぐいって、両兵の、あ、ゲームオーバー。イニ、夢落ちってことにしてくんねえか。ちなみにエリトラはハイハトのです。イニ、夢落ちってことにしてもう一回してくんねえか。みんなで協力すれば全員生き残れるってことか。なるほどな。イリン頼む。もう一度頼む。デデさんの準備を少々お待ちください。敗因は仲良くできなかったことだな。この4個は待ってます。まあ、いい6人を引くしかない。で、カメスタも持ってたしな、あいつ。カメスタも持ってたし。1個だけ。確かにもう1個どこ行ったんだ？あ、もう1個は自分で飲んだのか。オッケー。よし。じゃあデデに TP するで。あれ、あれ、また同じ、また同じメンツやんの？え、同じメンツやの？これ。え、じゃあ同じメンツやる？まあ、今度こそ行くか。あと誰？1,2,3,4,5,6 よし、この6人で行くぞ。それでは皆さん、貴重品をすべてそちらのエンダーチェストに入れてください。どうしたアドルフ君？気まじんアドルフ君にちょっと教えてくれ。カメスさんの代わりにアドルフに転生君が来るから、よく教えてやってくれ。あれ？誰？いや、知らねえ。新しい子じゃない？アドルフに転生。アドテン君、アドテン君、ドイツオタとかなのかな？ドイツの軍オタなんかな？はい。じゃあ全員入れたか？行くぞ、奥の部屋。俺は1個しか取ってねえからな。1個取れ、1個取れ。よし、よし、よし。オッケーオッケーオッケー、全員来い全員来い。早く、一人一個ずつあるだろう。あ、アドテン君急いで。よし、行くぞ。仲良く協力してやろう。お楽しみいただき、また次回のゲームでお会いしましょう。おい、終わりかよ、終わりかよ。なんか次あんじゃねえのかよ。何かあるのかと思ったら、2、3個やるやつじゃないの。確かに、2、3個やるやつじゃないのか。両兵の装備失っただけで終わった。いや、2、3個あって協力してみたいな感じじゃなかったの。最初に全滅することも想定して1個にしました。恐ろしいゲームだった。なんか割と優しいな。ジグソー、やられて優しかったな。そうそう、俺もゴリラ目のやつかと思った。優しいジグソーだった。予想通り最初1人になったので、まあ今回これで。これならトロールして正解だったな。普通にみんなで分け合ってたら多分なんか終わってた。よかった。両兵の装備失ってよかったね。結局。不正解です。つうことで次。どうしよう。公共授業するネタないんだったら、ネタあるしでもまだ多分。飯。人待ち。飯をくれ。飯が欲しい。あ、そういえば、やっぱインドって何もできてないのかな。どうなんでしょう。やっぱり何もできてないのかな。何も進んでいないに、5000デナルかける俺。オールイン。オールインでもいいような気がする。それを確認するのは野暮ってもんだよ。これはオールインできそうな気がするな。もう全部突っ込める気がする。やつがやってるわけがない。見に行ってみます。全員片方にかけるので成立しません。いや、わからんぞ。ダメですね。なんかよくわからん、なんか荒らされてるだけ。荒らされた、
荒らされエンドって感じ。残念ながら。そういえば、旧ファマス製露天掘りしたよ。あ、もう帰ってくることすらできないのか。なんか作りましょう。どうする？何作る？ここ。平和公園。みんなで作れるものがいいな。なんかないかな。神社。神社？そういえば裁判所って、そういえば作ろうとしてて作ってなかったな。裁判所って誰が作れって言ってたっけ？誰に命令出してたっけ？裁判所作るって。ペンペ。え、なんかゴリラビじゃね？だよね。確かここじゃない？裁判所。あったあったあった。ここだ。アクセプトしていません。これ裁判所一応。簡易裁判所。なんかこの四角い箱さ、壊してさ、椅子作ってくんね、とりあえず。ここ、入れる席にするから。え、なんか何を察知したのか、抜けたやついるんだけど。なんか察知してない、なんか。何かを。抜けたやついる。なんか察知してる。ちょっと椅子にして。で、はい、裁判所を作る命令を受託しておきながら命令を拒否してしまったゴリラビット。あのさ、警察プラグインあるじゃん、亀沢くん。あれのできることを確認したいんだけどさ、なんかそいつがやった行動をなかったことにするのってできるんだっけ？あー、新しい刑罰思いついてさ、なかったことにする刑っていうのをちょっと考えたんだよ俺。なかったことにする。そいつがもともといなかったことにする刑罰。そいつが建てた建物、そいつが壊したもの、そいつが動かしたアイテムを、すべてなかったことにします。いじめてみた。動かしたアイテムは無理かも。じゃあ動かしたアイテムぐらいかな。粛清です。で、今回は、ちょっとゴリラビくんが、ゴリラビくんが作ったのがどれぐらいかわかんないんで、試しに別の人でちょっと実験してみます。ハイハトくんにしましょう。試しにハイハトくんで実験してみることにします。ゴリラビくんじゃわかんないんで、何してるかあんまり。ハイハトくんだったら明確に露天掘りしたところとかわかるんで。はい。皆さんちょっと来て集まってください。大穴全部埋まる。待って、とりあえず出して。よし、じゃあ、はい。裁判行います。投票プラグインってないんだっけ？ないか。それでは、ハイハトくんの行動をなかったことにしたくないと思う人は、ハイハトは無罪だ、なかったことにしてほしい。ゴリラビが悪いのにハイハトを裁くのはおかしいから、そんな不誠実なことしてほしくないと、一言一句間違いなく打ってください。いませんね。誰もいないね。よし。じゃあ、しょうがないですね。はい。誰も入力したくない。は？いや、一言一句間違わずに入力できる人は？いますか？いないですね。はい。ということで、ハイハトくんの刑罰が確定しました。亀下くん、お願いします。ハイハトの行動をなかったことにする。どうぞ。何日分消し去りますか？とりあえず全部で。ちなみに、50人クラフト1機もこうやって殺されてます。ハイハトくんは。処刑台の実験台になって死んでます、一度。50人クラフトの初期の第1機も、ハマスを殺すはずが、処刑台で死んでます。この前、警察プラグイン抜いた時まで戻すで。了解。ハヤト君、分かった分かった。ちょっと待って、亀下君。実行待って。どこがじゃあ失うと嫌なの？出ていいから、じゃあちょっと。どこ？そんな建物建てたの？警察プラグインが発動してからだよ。なんか価値のある建造物だったら、まあ、ここ埋めないで。あ、全部ここってこと？ここが全部警察プラグインここをやったってこと？なるほど。よし、実況兼務終わった。亀下君、頼む。執行だ。亀下、執行だ。50万操作がロールバックしますが、よろしいですか？亀下、わい、やむを得ん、行け、思いもやらぬバタフライエフェクトを読むぞ、行け、やっちまえ。それではくんさん、このコマンドを手打ちしてください。 CO ロールバック、ユーザーハイハットタイム30デイ。あ、おー、なんか消えていく、消えていく、なんか消えた。あれあれ、なんか消えたぞ。あれ、なくなった、もしかして。あ、一部だけなくなるのか。どうなったあー、この俺の周辺のがなくなるのか、ワンチャンクが。徐々になくなっていくはず。あー、徐々になくなっていくのか、こうやって。R グローバル。あー、なるほど、それを入れればいいのね。了解した。R グローバルってどこに入れてもいいの？ロールバック、ユーザー、ハイハト、タイム、30レイ、ラディウス、シャープ、グローバル。OK。あれ？あ、良平って書いてある！あ！おい、なんか蘇ってる、なんかいろいろ。なんかちょっとだけ観測できたぞ、なんか蘇りが。重たい。2068チャンクが、まずい、重い。上の枠が戻ってきてる。あ、これさ、なんかさ、上の枠って全部両兵壊したん？そうじゃなかったはずだけど、なんで両兵のなんだ？あ、やばい、壊れた。まずい、サーバーが壊れた。いかん。あ、マインクラフト固まりました。え、これさ、もしかして全部戻ってない？ 30 日前に全てが両兵じゃなくて。あれ？あ、やらかしい？これもしかして。あれ？これ下田？え、全てが30日前に戻るとかある？亀下、ちょっとすぐ止めてくれ！まずい！まずい！すぐ止めてくれ！
強制終了、強制終了。あ、まずい感じがするな。まずい感じがする。すべてが始まりに戻る。あー。ということでね、50人クラフト、まあいろいろありました。発足から2014年から始まってマインクラフトっていうのが、僕が動画を撮ってやってたんですけど、今回ですね、50人クラフトは、終わりにしようと思います。以降のですね、くんチャンネルでのマインクラフトの活動は、在庫の動画としてあるですね、272本の動画が、徐々に上がった後は活動を終えることになります。くんとしての活動はですね、もう残念ながらこの動画でこうおしまいという形になるかなと思います。皆さん長い間応援ありがとうございました。非常にですね、こういう終わり方となって、ちょっと、はい余裕、はい余裕でした。大丈夫でーす。で、どうなった？で、何が起こった？今大丈夫だろ？なんか共有倉庫こんなんだっけ？この辺こんなんだっけ？あれ？もともとか。おい、くん、ここ来い。なんかウィザーが湧いてね。何これ？どういうこと？なんでウィザーがこんな湧いてんの？良平。なんて書いてるかわかんねえ。まだチャンク4分の1か処理終わってない。なんでウィザーがこんなことに？どこにいるんだ？一体。どこにウィザーがいるんだこれ。それすらわかんねえぞ。チャットの速度のログがえぐくて、なんかもう読めない。なんかすごいことになって、なんかさ、なんかモブの量がすごいことになってない？なんか両兵のチャンクだけ。なんかえぐいことになってる。あれか！なんかトラップタワーが半ば中途半端に復旧したせいでこんなことになったのか。えぐい。くん、来い。どうしたすごいウィザーたちが。まさか両兵が、なるほど、両兵が傷を負わせてたモブが全部復活したってこと？そんなバカな、嘘だろ。どうしたそのウィザーが小太郎帝国に、ゾンビ大量、そういうことか。両兵が少しでも傷を負わせてたものは、すべて復活して、小太郎帝国を荒らし始めたってこと？なんとかしてくれよ。なんで小太郎帝国に被害が出るんだ。なかったことにしたからこんなことになったってこと。ガチで50万ブロック戻った。50万ブロックも戻っちまった。これさ、何もしてないやつ炙り出せるんじゃね？変なやつ30日戻してさ、全然ブロック戻らないとかできるよ、これ。何もしてないやつがわかるよ、これ。ルックアップって何？亀井さん、ちょっとコマンド貼って。何もしてないやつ炙り出そうぜ。なるほどね。CO、ルックアップ、ユーザー、蔵持ち、タイム、これ何個出たってことこれ。962。あ、まあまあでもあるじゃん。ちゃんと仕事してるよ、倉持。ちゃんと仕事してる。一応。まあね。1、2、3、4×962 だから、まあ、3600ブロック。あ、ちょっと、でもさ、両兵の50万と考えたらしてねえわ、全然。全然何もしてねえわ、3600ブロックなら。何もしてない。他見たい人いる？勘助け見よう。いいね。さぞや健勢なら、あれ倉持より少ない。勘助けくん？倉持よりやってること少ないよ。3200だから倉持より少ない。ニューファング。いいね。ニューファングさ、もしかして登録されてすらなくない？ユーザー出てこない、ニューファングそもそも。いなすぎて。一度も来てないから、ユーザーとして出てこない。沢に来たことないから。いや、だって、なんも出てこないでしょ。って言ってしたけど。ないです。そんなユーザーのデータありません。ゼロ。ゼロって出ました。ゴリラビト MSE はめっちゃチェストの開け閉めしてごまかしてる。おぉ。MS ね。MS。あれ ?3640。いや、待って。ほとんどが。いや、ずーっとチェスト開け閉めしてる。やばい。こいつほとんどチェスト開け閉めだ。稼いでるだけだぞ、これ。いや、もう全部。これ、始まってからずっとこのやつが。あ、まあ、でもそれでもだな。それでも、まあ、それでも3500だから。だから、カンタスケどれだけしてなかったの？動き。カンタスケどれだけ何もしてないん？MS 以下ってこと？ MS 以下じゃん。でかいもん作んなって言われて何もできん。そんなこと言ったっけ？でかいもん作るなとかって言ったっけ？そんなでかいもの作ろうとしてた？そもそも。遠いところはダメって言ったはずだけど。そんなこと言ってないよね？俺、でかいとこ作るのダメって。誰か聞いたことある人いる？でかいところ作るのダメって。でかいの作るのダメとは言ってなくない？カンタスケ。遠くに作るなって言ったような気がするけど、でかいの作るなって言ってない気がするけど、長いネタ作るなとも言った。じゃあ、オッケー。じゃあ、カンタスケ、ちょっとこじんまりとしたのちょっと見せてよ。ちょっと、どういうのがあるか。なんか、たくさん作ったりしたんじゃないの？カンタスケ？カンタスケどこ行くんだ？おーい、カンタスケ。カンタスケ。カンタスケ後ろ追っかけてるよ、今。きっと何かしらあるんだろう。タスケのことだ。まさかそんななんかずっとウルンルート、マイクラディズニーデートとかいうわけわからんのにかまけて50人クラフトやってないなんてことはないだろう、さすがに。
そんなのしてるね。うん、なんかマイクラのディズニーかなんかのサーバー入って普通にマイクラデートみたいなことしてる。参勤交代？ファンタスケ。ファンタスケ参勤交代って知ってるか？参勤交代は江戸に妻子を住まわせて義務から逃げられなくするんだよ。駅作ろうとしたけど朝日くんと被ってやめた。ん？一体いつの話だこれ、駅作ろうとしたの。ノーデータってことはファマスのやつより前だから随分前だな。お前が駅作ったら随分前だろ。ファンタスケって今お金ないの？お金も記録もなくなっちゃった。お金がない。50人クラフトでも何もできなくなっちまったか。でかいの作っていいなら作る。どれくらいでかいの作りたいの？おっきいやつ？いっぱいおっきいやつ？土地使う？いっぱい？どういうこと？そんなに大きくない？ちょっとおっきいくらい？いっぱい？ 64×64 欲しい。好きにすれば 64×64 の土地とか多分いっぱい使ってる人いるよ、もうすでに。周り見たらわかるけど。てか、64×64 とか、そんな規制したことないぞ、そんなサイズのもの。そんな止めたことある 64×64 そんな大きくないよね、64×64 って。別に。で、とんがりサーカスですらなんか 40×40 ぐらいあるんじゃね？ああ、ネタになんないもん作んなって言われて、ああ、なるほどね。確かに、助け、俺が悪かった。助け、俺が悪かったわ。俺のせいで多分だったんだろうな。俺がこうカンタスケのこと縛っちゃったんだな、多分そうやって。なるほどな、カンタスケ。なるほど。俺はカンタスケのな、それがネタ作れなくてすいません。あー、それでプレッシャーに感じちゃったんだ、カンタスケは。ネタじゃないの作るなっていう風に言われて、ネタになんねん作るなって言われて、自分は友達がいなくてしょうがないのに、こういう風に言われたから、プレッシャーに感じちゃったんだね。なるほどね。なるほど、辛かったね、それは。でも、オフ会には来るじゃん。いや、彼女を作れよ。いや、へて。